ケイロスはちょっと今までと違うコンセプトということで興味は持ってまして、で実際デモを見させてもらったり、まあ、いろいろ見聞きして面白そうだなと、なんか新しいことできるんじゃないかなということで考えました。列とかという概念じゃなくて、そういうデザイン的なことが、まあ、誰でも簡単に作れるというのが、もともとプロフェッショナルしかスイッチャーが使えなかったのが、まあ、ディレクターさんでもできるんじゃないかと。やっぱりあのキーヤーに制限が列ごとに例えば8つだったり4つだったりあるものが、もうこのタコに関しては全然そういうのがないので、いくらでも増やせるっていうのは、まあ、縛りはなくなりましたね。与えられた列に対してできることを考えるっていう感じだったんですけど、もうその縛りがなくなってしまったので、怖いくらい何でもできるんじゃみたいなところはありますね。リニア編集とノンリニア編集が変わったぐらいで、リニア編集の時は本当プロの編集マンしかできなかったけど、ノンリニアになったらディレクターが触れるようになったっていうぐらいやっぱ違うなっていうのが思ったので、ここは誰でも触れるようになった方がきっとスイッチャーのなんか幅も広がるだろうなっていう。キー局さんの超大型スタジオでやってるような画面作りがこのちっちゃいスタジオでもできるわけで、そういう意味では面白いんじゃないですかね。もうリモートカメラも完全にカメラマンはなくそうという前提で、まあ、そこに自動追尾があればなおさらカメラマンの負担も減るし、これは面白いなと。実際テストで触ってみても十分いけるかなと。ビースジャパネクストの概念として他の放送局さんと違って、いかにミニマムで少人数で省エネルギーで番組を作るっていうことをすごくコンセプトにしている部分があると思うんですよね。ケイロスは今の導入させていただいているリモコンカメラもつながっているので、そのスイッチアタックの方で画角を指定するっていうこともできるんですよね。それがちょっと今までとは全然違う感じですね。カメラマンがいて、カメラマンが作った絵をスイッチャーが、まあ、ディレクターの指示のもとスイッチングするっていうのではなくて、スイッチャーが作りたい画角をスイッチアタックで作れるっていうのは、ちょっと今までとは全然違うなとは思っていますし、その BS ジャパネクストのミニマム最小限のパワーで番組作りをするっていうのにはすごい力を貸してもらってると思います。もともとちっちゃいスタジオで、まあ、サブ1個スタジオ1個っていうので想定してたんですけども、意外にスタジオ2つ番組同時に使いたいとかっていうリクエストがやはり出てきて、そうすると、まあ、ケイロスのいいところは、まあ、3室ケイロスにしたので、これをうまくリソースシェアというかですね、そういうのをうまく今後活用できるんじゃないかっていうところも見えてきて、次のステップでここの 3つのスタジオをなるべくうまく使いこなすような、1つのサブで2つのスタジオを稼働させるとか、そういうところにもアサイナブルにできるんじゃないかというところでは、このケイロス入れといてよかったなっていうところはちょっと思いました。生放送でこの何枚もスーパーできるとか、いろんな加工画面が作れるとかっていうのはどんどん、なんか試していきたいなと思いますし、編集上がりにどんだけでも近づけられると思うので、時間短縮にもつながるように、今までだったらスイッチャーって本当にベースの部分、絵の切り替えっていうところの担当だけだったんだと思うんですけど、これからその完成品にすごく近づけるようなことまでスイッチャーができるんじゃないかなと思うと、すごい楽しみだなと思います。リモートプロダクションはもうちょっとできないかなっていうのを思ってて、ここもまあカメラ外持ち出して、ここを受けサブとして、なんか、まあ、スポーツとかですね、なんかできないかなっていうのはちょっと考えてるところですかね。まあ、あと佐世保にもスタジオがやっぱりあるので、今後長崎にもスタジアムのところにもスタジオを作る予定なので、そことのなんかうまく連携ができたらいいなっていうのはちょっと考えてます。